孫教臣は、中国東大の管理である。内氏駅に悪いの長と見てるとともに、第十六次検討士に随行した、法官四名のうちの一人で、長と見てるが、検討福祉の小野井岩根とともに、海の木図と消えてからの党の返礼士の代表者として、後期十年四月、刑に入った。朝廷は将軍らが、騎兵二百名、江戸二十人を率いて、 京城の門外の三峡で接見している。この時の投資来日は、632年の後、標準以来の150年ぶりの出来事であり、日本にとって予期せぬ出来事であり、朝廷は、その対応に、往左を往することになる。入京以前に、投資側は、行列の左右に旗を立てて、また、守る帯、行官が旗の前後に立てることを要求し、多財布に派遣されていた。 両当客氏らは、前例がないとして、朝廷に判断を仰ぐべく創上した。朝廷は守るを帯びることは認めたが、旗を立てることは許さなかった。また両当客氏らは、過去の検討をししの淡田正人の例、白木の長考氏近大連の例、牧海氏の例を挙げ、当客を了するに、どの例に準じればよいのか、とも尋ねている。朝廷は、 身体の例は詳細に別式に載せ、客心に下す旨を伝えてもいる。なお、これより先に帰国していた、検討手法案の、小野茂野は、投資来長に対し、当客の真に従い手に誘調するは、言説に供すること、シゲルの例に同じくせしめむとして、白木や牧界の例になずらえるべしと主張している。五月、孫教診らは、朝見し、皇帝の書状を立て祭り、 合わせて、神仏を蜜ぎのぼした。天皇は御事乗りして、書状を拝見した旨、当客らが、遠路はるばる来日し、航路で難儀したことをねぎらい、客観で休養し、その後会見することを伝えている。同月、当主と長同で共応し、中納言の十三位の石神や勝つに直を述べさせ、当国の天主と、苦行、国内の百姓は平安であるか否か、また、 航路の長とミテルラの遭難と丹羅に抑留された方眼たちのことを思い入境までの国際の接待で問題がなかったどうかを尋ねさせた。孫教心らはすべて問題がなかった旨を伝えている。天皇はさらに客士たちを気遣い、宴席を設けて遺憾を授け、毒物を与える旨を述べている。同月、右大臣、大中富清丸は、 当客を自身の邸宅で共応している。天皇は御子と乗りして、綿三千トンを玉物組みした。ほどなくして、孫教師らは糸孫用した。石上やか具は、天皇からの直として、京らが日本に来て、日にちも経っていないのに、急に別れの時が来たことを惜しんだが、出港には時期があることだから、仕方がない。新たに船を二層建造し、使いを使わして、 神仏を与え、見送らせること、担当の役人に、送別の酒を用意させ、重ねて、贈り物をすること、旅の無事を祈る旨を伝えた。孫教神らはこれに感服し、幸いにして天皇に一見できたことを感謝し、今急に辞することが残念でならないと伝えた。そして、孫教神らは帰国の途についた。 以上が、俗日本記に現れている孫教臣らの来日記録で、あるが、当時の日本側の投資応接についての意見対立を、記した資料に、幕末、明治の国学者、栗田博士の、栗里先生雑誌書集の、石上やかつぐ伝法があり、その中に紹介されている、大沢清美書像身ぶけ文書によると、やかつぐが、彼は大、これは小なり、すべからく韓国の儀を、 用べしとして、日本は、党の従属国としての態度を示すべしとしたのに対し、資料文の筆者はこれに反対し、一同の賛成を得たが、結局、天皇技を避けて、反国王の礼を取ったことに憤慨した、と結んでいる。この資料の原文は現在所在が不明で、伝来も分かってはいないが、投資協をめぐる、朝廷内での意見の対立があったことが伺われる。ありがとうございます。